大変です。なんと僕たちの家にゴキブリが大量発生したみたいです。あ、また出てきてるね。え、素手で？ん？何でやるの？タノオくん、頼りになるのだ。あ、ほんと困っちゃうね。ゴミ箱に捨てちゃうよ。でも一体なんでこんなにゴキブリがいるのだ？原因はわからないんだけど、昨日の夜に僕は冷蔵庫の下にゴキブリホイホイを設置したんだ。よし、ちゃんと引っかかってる。じゃあほっとけばそのうちいなくなるね。いやいやいや、それがそうでもないんだよ。え？ゴキブリは1匹いると300匹もいるって噂があるんだ。もうこんな家住みたくないよ。念には念を入れてキッチンの下にもゴキブリホイホイを設置してるんだけど、直接的にやっつける方法はないのかな。そうだね、原因がわからない限りこの家で増え続けるかもしれない。あ、そうだ、二人ともついてきて。ん？そういえばこのチェストの中にこれこれ、小人のポーション、これを飲めば明日の朝には体が小さくなることができるんだ。小さくなってゴキブリを直接倒すってこと？ゴキブリには早くいなくなってほしいのだ。おいらたちが無事にゴキブリを退治できるように応援してくれる君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ポーションはいつ聞いてくるの？明日の朝には小さくなってると思うよ。それなら早速もう寝ようよ。あれ、明日は忙しいぞ。うわ、机の上が大変だ。本当だ。明日は全滅するから放っておこう。おやすみ。おやすみ。おやすみ。あなた枕使わないのか。ふう、よく寝た。二人ともおはよう。朝だよ。おはよう。おはよう。あ、体が本当に小さくなってるのだ。わあ、すっごい大きい部屋だね。いつかこんな大豪邸住みたいな。なんかいたね。あれってもしかして？やっぱりゴキブリホイホイ聞いてないんだよ。せっかく小さくやったし退治しに行くよ。だね。ゴーゴーポッピー。でも僕たちちっちゃくなっちゃったからな、素手で勝てるかな。うわー、大きいね。そんな冷静に。逃げよう逃げよう。そうだ、まずは何か武器を探さないとな。あ、そういえば引き出しの奥に何かあったような気がするね。よし、引き出しだ、行くぞ。行ってみよう。うわー、めちゃくちゃいるじゃん。昨日のコーラ誰こぼしたの？オイラかもしんないね。うわー、大変なことになってるよ、バナオくん。でもこのチェストか、リラキポッピン。中には木の剣と木のツルハシ入ってたぞ。バナオくんとマーちゃんの分。うん、ありがとう。よし、これがあったら無事に倒せそうだね。だね、早速駆除に取り掛かろう。まる。気をつけてね。でも何してくるか分かんないから、うん、ちょっと行ってよバナオくん。かして、噛みついてくるかもしんないからね。ゴキブリはお皿も食べたりするらしいから。お、ナイス、いいぞ。やったー。おめでとう。やっぱり強いな。頼りになるな。よいしょ、やった。よし、つけられるように倒していくよ。あれ、よし、倒せ。いいぞいいぞいいぞ、いいぞいいぞ、いいぞ、ナイス。痛い、頑張れ。防御力強いな。確かに強い、めちゃくちゃ。よし、なんとか倒したね。でもさ、うん、このコーラがあったらまた来るんじゃないの？ん？待てよ、うん、そういえばこの椅子のクッションスポンジでできてるんだよ。これを使えば、うん、コーラを回収することができるかもしれないぞ。じゃあスポンジを回収する？だね。それともオイラの夢を一個叶えちゃう？何なの夢って？コーラのプールで泳いでみたいっていう夢さ。よし、スポンジを回収だ。いいぞいいぞ。じゃあこれでスポンジを置けばいいってことだね。せーの、えい。よし、なんとかコーラをせき止めることができたな。いい感じになったね。よし、これで寝室は大丈夫かな。よし、次は問題のリビング行ってみようよ。わる、なんかこんな感じで僕たちの家ゴミがいっぱいありそうだな。そんなことよりこっから飛び降りたら怪我しそうだね。え、行くよ行くよ。痛そうだったけど大丈夫？痛かったね。気をつけてね。いや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 、こういう時はこうやって行くんじゃない。痛っ、同じことじゃん。もう待って待って、なんか大変なことになってない？なんかいっぱいそうだね。誰だ、あの黄色いサファリーソース座ってる人。バナオだよ。あ、ほやだったね。まずは下にいるゴキブリ、あれを駆除しないと。あれ、というかゴミだらけだな、ここ。何やってるのだ。よし、うわ、強いな。やっぱり
生命力は火じゃないね。よし、どうしたの、まーちゃん、そんな大きな声出しちゃって。やめてほしいのだ。ついでにゴミを片付けておくよ。何ね。いや、ちょっと待って、バナオくん、このソファーの下にあるこれ、一体なんだ。ん、あこれ、へそくり隠してたな。バレちゃったか。罰として、これはもう没収します。ゴミ捨てるから許してよ。ちゃんとゴキブリをきれいに駆除できたら、返してあげよう。しょうがない。ゴキブリを駆除しないといけないから、ソファーの上からやっつけていくよ。まる、気をつけて。いいぞ。よしよし。ナイス。大変だよ、カッシー君。え、何？見てよ、あれ。ちょっとデカめのやつがいるね。ちょっとどころの騒ぎじゃないぞ。親玉なんじゃないの。よし、やっつけるよ、早く。よし、頑張ろう。ドーナツの数が。ゴミすごくない？ねえ、なんでこんなことになってるのか。よし、よじゃあゴミちゃんと回収してね。うん、悪悪。もうペットボトルも捨てておくのだ。よし、これを、えい！よし、いいぞ。お見事。よし！よし！ちゃんとね、ゴミ箱にゴミは捨てないとな。うわー、おー、いいぞいいぞいいぞ。どんだけゴミ溜めてたんだよ。綺麗になったね。これで一安心かな。ん？どうかな。あ、まーちゃんのティーカップのところにゴキブリが。私のお気に入りのカップなのに。早くやっつけないと。こっちに来るのだ。ちゃんとその日のうちに洗わないとダメだよ。ダメ、次からは気をつけるのだ。ちゃんと回収しておいて。後片付け、後片付け。これで全部全滅だね。いやいやいや、そんなわけはないよ。え、でも一体どこにいるのだ。間違いなくゴキブリが発生しているのはキッチン。ああ、リビングでこれだけいるんだから、キッチンもっといっぱいいそうだね。でももう武器もボロボロになってきたのだ、そこで僕にいい案があります。僕たちのあの巨大チェスト、あそこにもっと強い武器あるから、それを手に入れて一気に倒しちゃおうよ。あれ、よし、行くぞ。行くよ。気をつけてね。ナイスナイス、うまいぞうまいぞ、バナオくん。えい、私はよし、痛い、待たせたね、まーちゃん。急ごう急ごう。よし、いいぞ。よし、やっと頂上か。ん、あれ、バナオくん、あのおもちゃどうしたの。へそくりは隠してるし、おもちゃも勝手に買うし、こらとにかくゴキブリを早く倒そうよ。だね。よし、あったぞ。ダイヤモンドの剣。これさえあれば、ゴキブリなんてイチコロだよ。でも、一体キッチンまでどうやって行くのだ？そうだな。どこか道。あ、なんだあれ。バナオくん、また新しいおもちゃ買ったの？よし、ゴキブリを早く退治しに行くよ。自分の時だけ触って。なかったことにしたな、今。早くゴキブリを退治しないと。よし、行くぞ。問題のキッチンはこの辺りなんだけど。うわ、大変だ。一昨日セットしたばかりのゴキブリ用意に大量のゴキブリが。でもまだどこかに潜んでるんじゃないの。そうだ、キッチンの下のゴキブリホイホイ見てみようよ。あれ、本当に300匹ぐらいいるかもしれないな。恐ろしすぎるのだ。わあ、うわ、育ってる。大きいね。え、なんだこの赤いブロック。ん、開け、ポッピン。ん、なんだこのチェスト。あ、誰だここに。早く次行こうよ。ねえ、早く。わあちゃんのだね。早く次に行くのだ。めっちゃへそくり隠してますやん。でもこれだけ大量発生してたら、僕たちで一匹ずつ倒してたらキリがないよ。どうにかして一気に倒すことはできないかな。今見た人たちは捕まってるからいいけど、どこかにピンピンした親玉がいるんじゃないの。確かに。その親玉がどんどん産んで増えてってるってこと。ならそのゴキブリの親玉を何とかして倒すしかないな。何かいい方法があればいいんだけども。でも私たち小さいからよく見えないしな。ん？あれは洗剤？そうだ、僕聞いたことがあるよ。ゴキブリには洗剤がめちゃくちゃ効くって。じゃあ洗剤をかけまくったらいいんじゃないの？
だね。でもどうやってあんな上まで行くのだ。そうだな。あ、そうだ、バナオくん、バナオくんが僕たち内緒にしてたあのおもちゃ、あれうまく使えないかな。あれなら空飛んでいけるね。なるほど。え、やっぱりドローンだったの。よし、それじゃあ急いで行ってみるのだ。かっこいいから欲しかったんだよね。あれ最新式のめちゃくちゃ高いやつだよね。そう。どうやって買ったの？秘密だよ。いや、しかしおいら新しいおもちゃ買っててよかったね。めちゃくちゃ秘密にしてたけどね。でも役に立ったのは間違いないな。よし、空飛んでいくよ。うわ、すごい。何これ、難しい運転。どこにある？ちょっと待って、あれじゃないの？親、待って、ポッピンズ着陸。あれ、よし、行くんだ、バナオくん、前に前に。とにかく前。よし、攻めろ。やった。あれ強いね、ダイヤモンドの剣は。じゃああとはこの洗剤をいっぱい仕掛けていくだけだね。だね。どこに仕掛けていく？え、一体何？うわぁ、巨大なゴキブリだ。うわぁ、こっちに飛んできた。どうするの？あ、え、あれ、落ちた、落ちたぞ。でもダメだ、ピンピンしてるぞ。まずい、また飛んでくるかもしれないから洗剤いけ。よし、ナイス。大きいね、怖いね、大きくて。いいぞいいぞ、投げた、バナオくんお願いします。あれ、水流しちゃうよ。よし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 、いいぞ、排水溝に入ってくれ。やったー、流れてったね。これでゴキブリの親玉を倒せたんじゃないかな。ギャー、え、バナオくん、バナナが暴走われてるのだ。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。